クラバンの戦いは1423年7月31日にフランスブルゴーニュ地方のクラバン村で起こったイングランド王国ブルゴーニュ公国軍とフランス王国スコットランド王国軍の戦いである百年戦争の戦いの一つでイングランド軍がフランス軍に勝利した1420年フランス国王シャルル六世の死後イングランド国王ヘンリー五世が後継者になることを 定めたトロワ条約が締結され、ロワール川以北はイングランド王の支配下に入った。しかし、イングランド軍は北、フランスで軍事行動を継続。1421年に起きたボージェの戦いで、フランスとスコットランド王国の連合軍は、イングランド軍を破り、王帝クラレンス公トマス・オブランカスターを戦死させた。復讐のため、 フランスに再上陸したヘンリー5世が1422年に病死し、幼いヘンリー6世が即位すると、英仏両国は再び全面的な交戦状態に陥った。1423年初か、フランス王大使シャルルは、本拠地ブールジュに軍を結集し、敵対するブルゴーニュ公国の侵攻を企てた。王大使のフランス軍の主力となったのは、 バカンハクジョン・スチュアート率いるスコットランド軍だった。王大,大使軍がブルゴーニュに侵入し、クラバンの町を包囲すると、守備隊の要請を受けたブルゴーニュ公国は援軍を派遣し、クラバンの北西約15キロのオーセールで7月29日にイングランド軍と合流した。同日夜にオーセールの大聖堂で開かれた連合軍の軍議では、基本戦術として騎兵は下馬して戦い、 旧兵は馬防軍を活用することが確認された。全軍が勝利のために祈りを捧げるように命ぜられ、翌朝十字工軍開始が告げられた。イングランドブルゴーニュの連合軍の指揮を取ったのは、ソールズベリークトマス・モンタキュートで、ウィロビー卿が副官を務めた。兵力は4000人で、そのうち1500人が装甲兵士、2000人がイングランド旧兵だった。 ブルゴーニュのド兵と工兵四十門の大砲も配備された。フランス軍を率いたのはスコットランド貴族の馬艦白で、副艦はフランス貴族のバンドーム白類だった。兵力の大部分を占めたのは2年前にボージェの戦いでイングランド軍を撃破し王帝クラレンスコを撃ち取った馬艦白配下のスコットランド兵だった。また、アラゴンやロンバルディアの傭兵も参陣した。 大大使軍は連合軍の2倍から3倍であったとされている。翌30日、連合軍は日が暮れるまで工軍を続け、クラバンから6キロほど手前でフランス軍を発見した。翌日、フランス軍の位置が自軍より有利と判断した。連合軍はヨンル川を渡り、川の反対側からクラバンに近づこうとした。ところが町に接近すると、フランス軍が 前日の婦人場所から移動し、川の対岸で連合軍を待ち構えていることが明らかになった。連合軍とフランス軍はヨンヌ川の両岸に婦人し、双方が敵前とかをためらったまま3時間近くにらみ合いを続けた。先に痺れを切らしたスコットランド旧兵が射撃を始めると連合軍の大砲がこれに応じ、旧兵や土兵も応射した。 フランス軍の戦列に混乱が生じ始めたのを見た。ソールズベリー博は、博兵戦を決意し、イングランド兵は援護射撃を受けながら腰までの水位の幅50メートルほどのヨンヌ川を渡り始めた。同時に、ウィロビー卿を率いる別動隊が、荘園の中をついて橋を渡って、スコットランド兵に突撃し、フランス軍を分断した。フランス軍は退却を始めたが、 スコットランド兵は後退を拒んで踏みとどまって戦い、数百になるまで打ち減らされた。およそ3000人が橋の周辺や堤防上で戦死し、指揮官の馬艦クやバンドームハら2000人が捕虜となった。戦場から離脱したフランス軍はロワール川まで後退した。ヘンリー五世はスコットランドに対するイングランドの総主権を強く主張していたため、 この戦いで捕虜になったスコットランド兵は主君に派を向けた反逆者として処刑された。バカンハクは捕虜交換で解放されたが、スコットランド軍の司令官に任せられて、再びフランスに上陸し、1424年にベルヌイユの戦いでイングランド軍に敗れて戦死した。クラバンはイングランド軍とブルゴーニュ軍が共に戦い勝利した、初めての戦いとなったが、 これ以降両軍が共同作戦を行うことはほとんどなかった。ありがとうございます。